コールオブデューティシリーズコールオブデューティアドバンスド・ウォーフェアコールオブデューティアドバンスド・ウォーフェアは f p s である COD シリーズの第11作目開発は COD メガワット3でインフィニティワードと協力開発に携わっていたスレッジハンマーゲームズとなり今までのインフィニティワードとトレイアークの2スタジオの開発体制から3スタジオ体制となる最初の作品である 日本では、スクウェア・エニックスから、日本語字幕版が2014年11月13日、日本語吹き替え版は、同年12月4日に発売された。XBOX1 吹き替え版は、発売日未定。前作の CO、COD-G、そして、前々作の CO、COD-BO2 から引き続き、近未来が舞台となる。今作の年代は、COD-BO2。 ボーニの舞台の2025年から2054年と大きく未来へと進み、それに合わせ V トールヘリコプター、四足歩行兵器などに加え強化外骨格による高い跳躍や特殊グローブによる壁登り、一枚の布による防弾シールドなど、これまでのシリーズと比べより SF 色の強い作品となっている。2054年、世界中のインフラと各国の正規軍はある。 大規模な軍事騒乱によって破壊、分裂。高度なインフラを失った世界は秩序を失い、正規軍隊が衰えた各国では民間軍事会社が派遣を握っていた。そして、その中心、最高経営責任者、ジョナサン・アイアンズが率いる世界最大の民間軍事会社、アトラス社は世界から秩序を取り戻し、人類を再興させるために立ち上がった。 プレイヤーは新たにアトラス社に入社した元海兵隊員のジャック・ミッチェルとして戦うことになる。エクソスケルトンが実用化された2054年の未来の戦場。アメリカ海兵隊へ入隊したウィルト・ミッチェルはコーマック軍装の指揮するバジャー軍隊の一員として侵攻を受けている韓国ソウルへ展開する。北の軍の大型兵器である飛行型ミサイルランチャーの破壊したことで 敵戦力を大幅に削ぐことに成功するが、ミッチェルは友と左腕を失ってしまう。このミッションが一つ目のチュートリアルとなっており、エグゾスケルトンの基本的な能力、スモークグレネードへの対応など次世代の戦い方の一つを学ぶことになる。ミッチェルはアイアンズからのオファーを受け入れ、民間軍事会社アトラスコーポレーションへ入社する。アトラスの20年進んだ技術が生み出した技師を受け取り、 訓練に参加することになる。このミッションが二つ目のチュートリアルとなっており、エクソスケルトンの能力、可変グレネードなど、より高度なこの時代で最先端の戦い方を学ぶことになる。本作の登場人物の多くは、ボイスアクターをモデルにしており、モーションキャプチャーも務めている。c o d b o c o d b o に以来に追加した協力プレイ、DLC を購入することで、 プレイが可能になる。ルールは過去の COD、棒とコット、棒2と同じくラウンド制になっており、ラウンドを減るごとにゾンビの種類や耐久力が強化される。最初の状態ではエクソスーツを持っていないため、エクソスーツを入手。稼いだポイントで武器やエクソのアビリティを購入して進めていく。また、プレイヤーの死亡後、ラウンドクリアで復活した場合は、 エクソスーツが失われているが、再び入手することが可能。ラウンドに上限はなく、プレイヤーすべてが死亡するまで続けることとなる。今作は、近未来を舞台にしているためか、他作品と比べて、架空銃が非常に多い。ハリー・グレッグソン、ウィリアムズ・イズ・ワーキング・オン・アドバンスト・ウォーフェア、S サウンド・トラック。2014年5月16日閲覧。コレクターズ・エディションズ。 イグン、2014年7月30日閲覧。ABC 公式サイトシングルプレイヤー。ありがとうございます。